ヨハネス・ゲルハルダス・ストレーダムは南アフリカ共和国の政治家。1954年11月30日から死亡する1958年8月24日まで南アフリカ連邦の首相の地位にあり、アパルトヘイトを推進した。1893年7月15日、ケープ植民地のクリップ本庭園で農場主の息子として生まれ、 法律家となるためにビクトリアカレッジへと進学し、さらにプレトリア大学へと進んだ。学業を終了すると、ストレーダムは北トランスワールのニールストルームへと植民し、やがてこの地域のアフリカーナーのリーダーとなっていった。1929年、ストレーダムはウォーターバーグ選挙区からジェームズ・ヘルツオーク率いる国民党から出馬し、当選して国会議員となった。 1932年、大恐慌への対策を目的として、国民党とヤン・スマッツの南アフリカ党が合併し、連合党が成立すると、これに不満を持ったダニエル・マランが純正国民党を結成して連合党を離脱し、ストレーダムもこれに参加した。ストレーダムは、スマッツのイギリス友好路線に不満を持ち、南アフリカを共和制にする案を持っていたが、これは、 彼の死後の1961年まで実現しなかった。1948年に国民党が政権を取ると、マラン首相の下で、ストレーダムは、考外、農業大臣となった。1954年11月、マランが健康上の理由により、意を表明すると、ストレーダムは、次期首相への立候補の意思を表明した。マランは、大倉大臣の派弁顔、 後継者に望んでいたが、共和制論者として、ストレーダムは、党内でも国民にも人気があり、共和制について、ビオン的な発言しかしなかった、マランの人気をしのいでいた。ストレーダムは11月30日に首相に選出された。首相としてのストレーダムは、大英帝国からの離脱を全力で推し進め、またアパルトヘイトを強化していった。 マラン時代からの懸案であったカラードに与えられていた選挙権を剥奪する法案を1956年に可決した。カラードには代わりにカラードの利益代表の白人議員を選出する権利が与えられたが、ストレーダム死後の1970年にはそれも廃止された。1957年には新国旗を制定し、 1956年には5年後の1961年からポンドに変えて新通貨ランドを導入することを決定した。一方でストレーダムはイギリス系とアフリカーナーの協調を目指し南アフリカの独立性を強める政策を取ったためこの時期からは両人士官の反目がかなり和らぎ始めた。1958年8月24日、ガンによって死亡した。 ストレーダムは北のライオンとのニックネームで呼ばれ、非常に正直で精錬なことで知られていたが、一方で閉鎖的で頑固なことでも知られていた。彼は女優だったマルグレーテファンフルステインと結婚したが、その年のうちに離婚した。その後、スーザン・デクラークと再婚した。後の大統領、フレデリック・ウィレム・デクラークは、スーザンの甥いにあたる。 スーザンとストレーダムの間には二人の子が生まれた。南アフリカには彼のモニュメントがいくつか残っている。モディモレの彼の家は博物館となっている。また、ヒルブロータワーはアパルトヘイト集結までは JG ストレーダムタワーという名だった。ありがとうございます。